はい、どうもヘングルのヤザキングです。今回はね、久しぶりにヘンテコなお店の紹介になります。でね、これ視聴者さんからいただいた情報なんですけれども、この上野に燃えるチャーハンを出すお店があるらしいんですよ。でね、そのお店がちょうどこのビルの上の6階にある翠雲上野店っていうお店なんですよ。で、このビル自体も結構いいというか香ばしい香りがしてて、1階はこうやって一蘭なんだけど、2階3階4階はもう名前も読めないぐらいの中華料理店なんですよ。で、そこでこの本格さも味わいながら燃えるチャーハンもね、食べていこうと思います。それではお店の中に入っていきましょう。はい、ということで席に通してもらったんだけど、異国感がすごいね基本的に中国語しか書いてないし、で、お客さんも中国人ばっかだし、2年前ぐらいに行ったガチ中華フードコートと同じ匂いがするんだよね続いてこちらの冊子がメニューです。結構高級感があるから多分ね、いいお店なんだと思うやっぱりね、日本語が書いてないほとんど中国語だわ。なんて読むのこれ。名簿雑貨、ちょっと難しいんですけれども、なんとかね、漢字を頼りに読んでいこうと思います。で、細かい料理を見ていきますと、やっぱね、赤いものが多いね。めちゃくちゃ辛そうなんだけど、このお店は四川料理屋さんなのかな。そしてね、写真のクオリティがひたすら高いねすごくないこれ。名前が見たことない感じ、ケチハクみたいな字仰々しいなそうなのは伝わるね。ただメインはやっぱりこれらしいんだよね。鍋料理的なやつがメインらしいの。これ何の魚ですか後ろに鯉がいるから、この鍋に使われてる魚ってあれ、ね、水もね、不安になる色だよねこれが鯉で、で、こっちがスズキで、で、これがバサ。バサバサって何。すいません、僕見逃していたんですけど、確実に辛いことが分かりました。辛さを和らげるドリンクっていうのがあります。なんか辛い前提だドキドキワクワクですなうわ、すごい。あ、はい、あ、これから沸騰するんですね。はい、ということで一応運ばれてきたんだけど、すごいね。まず第一に水で茹でてるもんだと思ってたんだけど、油で揚げてるんだ。油で茹でてんのかなこれは。で、鍋の周りにびっしりとね、ホアジャオと唐辛子がね、敷き詰められてんだよね。だからね、これがめちゃくちゃ油に溶けてんじゃないかなってね、想像してます。うわ、楽しみだけど怖えということで、いろいろ説明を受けまして、このバサの油鍋、なんていう名前なのかわかんないけど、いただきます。プリップリで美味しそう。ん？辛くない。え、でも不思議、しっかりとね、旨味があるんだよね。あんだけホアジャオが浮いてたからめちゃくちゃしびれるのかなと思ったら、後でほんわりとピリッとくる感じ。すげえ上品え、めちゃくちゃうまいじゃん。で、あとね、魚がね、これホロホロなんだよね、身が。うまっ。ただバサはなんだか分かってない。ナマズなの、はい、ナマズってこんな美味しいんだ。すげえ、めちゃくちゃ燃えるじゃあ次はこれもまだ食べるんですけど、ちょっとね、他の料理も来てるんで、そっちをちょっと食べていこうと思います。で、これが担々麺に、これがチャーハン。じゃあまずは担々麺から食べましょうか。伸びちゃうしね。ちょっとね、酸っぱい匂いにつんのかな。あっか最近日本の担々麺よく見るけど、ここまで赤くないもんな。いただきます。
うん、不思議。あ、でもフォアジャオが効いてんのかな。ガツンとした辛さもないし、まあ、ガツンとしたしびれもないんだけど、すごいね、旨味がたっぷり。何の出汁を使ってるかも全く分かんないわでもただ分かるのはめちゃくちゃ美味しいってことと、めちゃくちゃ汗が出てきます。いや、俺これも結構好きだわ。でも辛いけど、ほら激辛ラーメンの北極みたいな辛さはないじゃん。食べられるけど、あれ辛いってなる続きまして、こちら泣く子も黙るレンタルチャーハンです。いただきます。安心の味。なんか醤油チャーハンって感じで、軽く焦がしてあるから、まあ、日本で例えると焼きおにぎりに近い味。ちょっとね、今同行人が勧めてくれたんだけど、この白身魚なんだっけ、バクだっけをこのチャーハンに乗っけて食べるとめちゃくちゃ美味しいらしい。これめっちゃうまい。チャーハンが結構パサパサしてるから、それをね、このバサのしっとり感が補ってくれるというか、で、旨味もプラスしてくれるしね、で、しびれもプラスしてくれるし、一石三鳥ぐらいの美味しさ。うん。それでは記念すべきラストの一口バサです。うん、よし、これだけ辛いもん食べたんで、ラストはデザート行きたいと思います。はい、ありがとうございます。きたー。で、こちらがデザートの黒糖アイスゼリーです。めちゃくちゃ冷たくて気持ちいいんだけど、これは黒糖ゼリーなわけじゃないんだね。黒糖とゼリーは別々なんだ。うん、ゼリー自体は無味です。これは結構美味しかった。はい、完食です。で、完食して気づいたんですけれども、後ろボッコボコですめっちゃおもろいな。はい、ということでごちそうさまでした。で、まあいろいろね、具体的な感想はお店を出てからやろうと思います。よし、じゃあ会計して出ますか。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ガチ中華フードが食べられる上野翡翠さんでした。で、感想としてはどうなんだろうな、燃えるチャーハンが意外としょぼかったなと思ってね。でね、他の料理はマジで美味しい。お店の雰囲気も悪くないから、多分ね、デートとかにも使えると思います。まあ、もちろんそういうガチの中華が好きな人限定なんですけれども。でね、価格はあれだけ食べて5320円かな。だからね、まあ、1人当たり2500円ぐらいであれを楽しめるってなると、まあ、そんな高くないっていう印象もあります。まあそんな感じかな。ということで、ヘングルチャンネルではこんな感じで、ちょっと変わってちょっと面白いお店とか、あとは食べ放題のコスパ検証、あとはね、街歩きなんかをやってるので、ぜひともチャンネル登録、そして高評価の方お願いいたします。では次の動画もまた見てください。バイバイ。